ウィリアム・ヘンリー・ハリソン3世は、アメリカ合衆国の政治家。ワイオミング州選出連邦会議員を通算後期務め、インディアナ州会員議員、ワイオミング州会員議員を歴任した。1980年、アメリカ合衆国大統領選挙の共和党予備選挙では、ジョージ・ H.W. ブッシュの選挙運動に参加した。ハリソンは、バージニア州のハリソン家の生まれであり、第十三代。 アメリカ合衆国大統領ベンジャミン・ハリソンは祖父、第9代大統領のウィリアム・ハリソンは祖祖父である。介入主義的な外交政策、反共産主義的な政策を支持し、対外政策では強硬的な発言を繰り返した。1896年8月10日にインディアナ州のテレフォートで、ラッセル・ベンジャミン・ハリソンとメアリーン・サンダースの間に誕生した。ハリソン世は、 バージニア州のハリソン家の一員であり、ウィリアム・ハリソン大統領の夜叉後、ベンジャミン・ハリソン大統領の孫にあたる。ネブラスカ州オマハのパブリック、スクールとワシントン DC の指導エル・フレンズ・スクールに、通った。第一次世界大戦では、アメリカ陸軍信号部隊の航空部門に二等兵として、従軍した。同部隊は、アメリカ軍最初期の航空戦力であった。退役後、 イエローストーン国立公園とグレーシャー国立公園でパークレンジャーとして活躍し、アメリカ在京軍人会と退役軍人会の会員になった。1919年にネブラスカ大学オマハ校に入学。1920年10月19日にメアリー・エリザベス・ニュートンと結婚。1925年にはインディアナ州で弁護士資格を取得した。 ネブラスカ大学オマハ校在学中、ハリソンはオマハの青年会議所に参加し、1923年にはインディアナポリス市の青年会議所理事会の理事となった。1926年にはインディアナ州、オハイオ州、ケンタッキー州の一部を代表し、青年会議所の全国大会に出席した。1926年の選挙でマリオン軍の代表として、 インディアナ州会員議員に選出され、一期の任期を務めた。また、ハリソンが州会員議員を務めている間、父のラッセル・ハリソンは、同州の上院議員を務めていた。1928年には、マリオン軍の軍検事に立候補するも、落選した。1932年に、インディアナ州第12選挙区の共和党候補者として、指名を受けた。選挙戦では、 ハーバート・フーバー大統領を称賛し、予備選挙では、禁酒主義者の、反、サルーンリーグ。総選挙では、反禁酒主義者の、禁酒法改正反対協会の指示を受けた。総選挙では、民主党現職のルイス・ラドロー議員に敗れた。ハディソンは休暇になると、自身が所有するワイオミング州の農場で過ごした。1937年には、 ワイオミング州デートンのナインル牧場をジャックビー・ミルワードから購入した。ナインル牧場に移り住み、ワイオミング州シェリダンで弁護士として活動していた。1944年にはシェリダン軍代表としてワイオミング州会員議員に選出された。州会議には同名のウィリアム・ヘンリー・ハリソン議員がおり、どちらにもウィリアム・ヘンリー・ハリソンという名前の息子がいたという。 1948年に、ジョージ・ D ・ジョンソン前議長の辞任により、シェリダン軍共和党の委員長に選出された。1950年4月、ハリソンは会議員選挙に専念するために、軍共和党委員長を辞職し、ウィリアム・ J ・フレミングが公認についた。1953年撮影1949年12月16日、 ワイオミング州選出のフランク・エイバレット会議員が翌年の会議員選挙への不出馬を表明した。12月19日、ハリソンはワイオミング州全州選挙区の共和党予備選挙への出馬を表明した。予備選挙で1752.42ドルの選挙資金を使い、州国務副長官だった T.C. トンプソンらを破って指名を獲得した。 総選挙では54%の票を得て民主党のジョンビー・クラークを抑えて当選を果たした。第82議会では農業及び内務当初委員会と公有地インディアン問題考え再生利用の会務省委員会の委員に任命された。1952年5月7日にワイオミング州共和党委員長のユーイングティーカーに当てた手紙で 下院議員の再選を目指すことを表明し、5月27日に出馬を申請した。フランク・エイ・バレット州知事は、ハリソンの再選出馬を支持し、ワイオミング共和党の州大会では、ハリソンを支持する決議が採択された。共和党予備選では対抗馬が存在せず、使用した資金はわずか20ドルだった。ハリソンは副大統領候補のリチャード・ニクソンと一緒に、シェリダン、キャスパー、 ダラ,ラビー、ロックスプリングスでの選挙集会に参加することになっていたが、ニクソンがウェストバージニア州のホイーリングで選挙活動を行ったため、これらのイベントはキャンセルされた。10月には、ウィスコンシン州のジョセフ・マッカーシー上院議員が、ハリソンの下院議員再選と、フランク・エイ・バレット知事の上院議員当選を支援した。総選挙では、 ハリソン陣営は2385.14ドルを当時、衆議会議員のロバート・アール・ローズ・ジュニア衆議を破った。第83議会では、内務、当初問題委員会の委員に再任された。1953年、ハリソンは1954年上院議員選挙で、現職の民主党上院議員、レスター・シーハントの対抗馬として出馬するのではないかと言われていたが、 1954年2月5日、上院選挙への不出馬をプレスリリースで発表し、その後、6月の下院議員選挙に再出馬することを表明した。しかし、6月8日、ハントは息子の同性愛を利用すると脅され、健康上の問題を理由に上院選挙を辞退した。6月10日、ハリソンは上院選挙への出馬を表明し、モートン・スペンスは 共和党の予備選をを辞退しして彼を支持した6月19日、ハントが自殺し、ハリソンが暫定的に任命される可能性が推測されたが、ハリソンはクリフォード・ジョイ・ロジャース知事が共和党の上院議員候補を任命するべきではないと述べた。6月24日、ハントの残りの任期は共和党のエドワード・ディー・クリッパが任命された。ハントの自殺後、特別選挙が実施され、 ハリソンは共和党候補として立候補した。共和党の特別選挙と一般選挙でハリソンは4704ドルを投じてサムシー・ハイアット、ユーイング・ティー・カー、WJ テーバーを破り当選した。1952年に再選を逃した元上院議員のジョセフ・シー・オマホニーは特別選挙と一般選挙の両方でハリソンを破った。選挙期間中、 ハリソンは2500ドルを費やした。1955年4月8日、ハリソンは住宅、住宅金融庁の南部地域長官に任命され、4月11日に就任した。ジョージア州はトランタに本部を置き、アラバマ州、フロリダ州、ジョージア州、ケンタッキー州、ミシシッピ州、テネシー州、ノースカロライナ州、サウスカロライナ州を管轄した。 1956年8月31日に長官職を辞任した。ハリソンは住宅、住宅金融庁を辞めた後、イリノイ州シカゴの共和党全国委員会の農業部門に勤務した。10月17日、ワイオミング州公共サービス委員会は、ハリソンにワイオミング州パインブラフスでコミュニティテレビ局の新設、運営の認可を与えた。12月6日、 ヴィンセンズ大学は、ウィリアム・ヘンリー・ハリソン大統領による創立150周年を記念して、子孫であるハリソンに名誉法学博士号を授与した。ハリソンは、1958年選挙の際、シェリダン軍のバレット上院議員委員会を率いるために、住宅金融局の議会連絡員を辞めた。1959年9月10日、ハリソンは、 ワイオミング州弁護士協会の大会で上院か下会院の選挙で共和党の指名を受けるために出馬することを発表した。10月29日にはワイオミング州全州選挙区で共和党の指名を求めることを発表した。1960年5月24日、共和党予備選挙への出馬を申請し、8897ドルを投じてケネス・エル・セーラーズ、マーク・コックス、 ウォルター・キンガム、R.L. グリーンを破った。総選挙では民主党候補のヘップ・バーン・ティ・アームストロングを破って当選した。第86議会では内務当初問題委員会の委員として再任された。1962年4月25日に会議員への再選を表明し、7月5日に共和党予備選に出馬した。 共和党予備選では11,418ドルを投じて GL スペンスを破った。総選挙の際にはキューバ危機に関する安全保障会議に参加するため選挙活動を中断した。総選挙では民主党候補のルーマンカスを破った。第87議会中、ハリソンは内務当初問題委員会を離れ森林局や内務省の資金を扱う。 会員再出委員会の内務省委員会で委員となった。ハリソンは1964年の上院選挙に現職民主党上院議員ゲール・ w マギーの対抗馬として出馬するとの報道もあったが、1964年1月29日、上院選挙には出馬せず、代わりに会員の再選に出馬することを発表した。総選挙では大統領選挙で、 民主党のリンドン・ B ・ジョンソン大統領が勝利したことによるコートテール現象でテノ・ロンカリオに僅差で破れた。1966年2月17日、ハリソンは州共和党委員長のスタン・ハサウェイに宛てた手紙の中でワイオミング州下院議員選挙に立候補することを表明し、共和党予備選挙でロイペックを破った。総選挙では 民主党のあるクリスチャン候補を52%の得票で破った。第89議会でハリソンは会員歳出委員会の内務、農業省委員会の委員に任命された。しかし、1968年10月3日に委員会の任務を辞任し、ウェンデル・ワイアットにポストを譲ることになった。1968年2月12日、ハリソンは ラマダインでの記者会見で再選を目指すことを表明した。会員で唯一のネイティブアメリカン系議員であったベン・レイフェルが、ハリソンの正式な選挙運動の発表の口火を切り、その後、ハリソンは7月3日に出馬を申請した。予備選挙では、共和党会員会議議長のメルビン・レアード、会員少数党員内総務のジェラルド・ホード、ベン・レイフェル会員議員、フランク・ボウ会員議員、 俳優のジョン・ウェインらに支持された。共和党の予備選挙では、ジョン・ s ウォルドに敗れた。前知事のレスリー・エミラーらは、ウォルドが選挙費用、所得税、予備選挙声明の公表を拒否したため、党の指名を、ウォルドからハリソンに交代させようとしたが失敗に終わった。1969年5月29日、リチャード・ニクソン大統領はハリソンを、 連邦最高省委員会に任命し、1971年10月4日に辞任するまで委員を務めた。また、1980年、アメリカ合衆国大統領選挙の共和党予備選で、ジョージ HW ブッシュ陣営のワイオミング州、選挙対策委員を務めた。1971年、ハリソンはフロリダ州ノースレディントンビーチに引っ越したが、 ワイオミング州に財産を保持していた。1981年に彼はドロシー・ホースター・スミスと結婚した。同年、インディアナ州インディアナポリスのコロンビアクラブでロナルド・レーガンの大統領就任舞踏会に出席した。1990年10月8日、フロリダ州セント・ピーターズバーグのパームズ・オブ・パサデナ病院で心不全のため亡くなった。 去年94歳であった。1950年、ワイオミング州会議員だったハリソンは、ウィリアム・ヘンリー・ハリソンらとともに、1949年に制定された選手特権法を廃止するための法案を提出した。選手特権法は、年金受給者に与えられた、給付金に使われたお金を取り戻すために、軍が、 年金受給者の遺産に選手特権を設定することを認めるものである。しかし、同法案は2月22日に委員会で否決された。1961年には、ジョン・ F ・ケネディ大統領が提案した、米国最上限を2930億ドルから3000億ドルに引き上げる案を批判した。1963年11月7日、 債務上限を3150億ドルに引き上げる法案が賛成187票対反対179票で成立したがハリソンは反対票を投じた。1964年2月10日、1964年公民権法に反対票を投じた。憲法問題1961年、サムレー・バーン会議長とカール・ヘイデン。 上院仮議長に電報を送り、ワシントン DC の住民に大統領選挙の投票権を与える修正案の可決に向けて努力するよう要請した。1963年、ハリソンは憲法を改正して、学校で自主的に祈りを捧げる行為を許可する決議案を提出した。9月10日、ハリソンは他の60人の議員ともに、学校での自発的な祈りを認める。 憲法修正案を提出した。反共産主義1950年選挙で下院議員に立候補した際、ハリソンは共産主義者が政府の複数の分野を支配していると非難した。1953年、ジョセフ・マッカーシー上院議員は政府職員に共産主義者が存在するとして調査を行ったが、ハリソンはこの調査を称賛した。 1961年9月5日、ハリソンは司法長官が共産主義者のプロパガンダであると判断した郵便物の受領、取り扱い、輸送を禁止する法案を提出した。経済開発ユナイテッド航空がワイオミング州社屋を経由する航空路線をもたないため、ワイオミング州の住民はデンバー国際空港、オマハ空港、 ソルトレークシティ国際空港で乗り継ぐ必要があると批判し、シャイアン空港を利用して直接東海岸や西海岸に就航する航空路線の誘致を約束した。ハリソンは1951年の連邦予算において、ワイオミング州シャイアンにあるフランシス・イーワーレン空軍基地の建設費として125000ドルの予算を確保した。1945年3月7日に活動を、 停止したキャスパー陸軍航空基地の再開を指示した。アメリカ先住民1953年にはすべてのネイティブアメリカンをインディアン事務局の管理下から解放する会員決議108を提出した。7月、内務、当初委員会はこの法案を承認した。8月1日には決議案が可決された。同決議案の成立に伴いインディアン事務局は カリフォルニア州、フロリダ州、ニューヨーク州、アイオワ州、テキサス州から撤退し、フラットヘッドインディアン、クラマス族、メノミニー族、オセージ族、ポタワトミ族、オジブワ族の各部族が連邦政府の監督下から解放された。これらのネイティブアメリカンは一般のアメリカ人と同じ法律に従うことになり、完全なアメリカ市民権が与えられることになった。 1968年5月9日には、リンドン・ジョンソン大統領に対し、ウィンドリバー・インディアン居留地の100周年にあたる6月30日を、ナショナル・オリジナル・アメリカンズ・デーと制定するよう求める、決議案を提出した。キューバ・アメリカ合衆国が、フィデル・カストロ政権の国家承認を取り消し、キューバ亡命政府を承認することを指示した。また、モンロー主義をキューバとソ連にも適用し、 キューバへの技術者や軍事物資の輸送を防ぐための禁輸措置を求めた。ハリソンは、キューバ危機に関する非公開の安全保障会議に、出席後、共和党の集会で国連、またはアメリカが、キューバのミサイル基地を破壊すべきだと主張した。ソビエト連邦及び、東側諸国ハリソンは、第二次世界大戦中のアメリカの指導者たちは、ケベック会談、テヘラン会談、 ヤルタ会談、ポツダム会談で、スターリンに降伏したと述べた。1951年2月15日、ハリソンは100人以上の共和党議員の一人として、議会の外交政策への参加を求める宣言書に署名した。また、チェコスロバキア社会主義共和国で、スパイ容疑で起訴され、10年の禁錮刑を宣告された、ジャーナリストウィリアム・エン・オーティスの釈放を指示した。 1961年、ハリソンはベルリン危機で西ベルリンを守るために立ち上がったジョン・エフ・ケネディ大統領を支持した。また、部分的核実験禁止条約については、共産主義国が過去に何度も軍縮条約を破っていることから反対していた。1963年10月7日、ハリソンはソ連に対する小麦輸出に反対した。小麦の大祖輸出は、 ソ連の農業不足が解消され、軍事支出の増加につながるのではないかとの懸念を示した。12月24日、小麦輸出の最終決定をリンドン・ウー・ジョンソン大統領に委ねる。決議の投票が行われたがハリソンは欠席した。決議自体は189対158で承認された。ベトナム1966年、ワイオミング大学で行われた討論会の場で、 アメリカ軍は、ベトナム戦争において、北ベトナムのハイフォンを空爆すべきとの主張を行い、批判を受けた。ハイフォンには、イギリス戦績の船舶が入港しているため、港に対する空爆を行うと、英米関係が悪化し、最悪の場合イギリスのナトーだっを招くのでは、いかとして慎重に行うべきだとの見方もあったが、ハリソンはイギリスは、 自国の船に対してハイフォンからの退去命令を出すべきだと述べ戦略的に重要なハイフォン港への空爆を支持した。また、ハリソンはアメリカ合衆国の同盟国は北ベトナムとの貿易をやめるべきだと主張した。ありがとうございます。